さあ序盤こそおとなしい立ち上がりでした。トン4曲全員2万点台で迎えています。ここでファイトクラブ久々のリーチ。ハイライトがトンの4曲から始まるっていうのもなかなか珍しいですよね。そうなんですよ、はい、さあそして DAIGO もねこれは手応えありのリャンウーパーソのリーチ。ただ軍配は久々に上がります。リーチつもピンク裏市2600オール。さあこれで久々開幕4連勝あるかと思ってたんですが、うん、まだまだねもつれます。トンの4曲1本場事件はここで起きました。チートイツのリーチ、トン2枚切れ、急走は1枚切れです。1枚切れ。そしてここに戦う男がいました。猿川カンニャンソマチの天杯からウーピンアンカンやってやるぜと思ってたら、なんでリンシャンパイにランスをめくれちゃうの。インタビューでも言ってましたね、はい、ここで一旦天杯崩します。だがしかし両面になったなら行きましょう。でも実はギャンソー1枚しか残ってませんでした、うん、嘘がなかったんですよね。はい、トンも1枚、ラス1積もった。リーチツも吐く、ドラドラ赤、裏がウーピン4枚と3枚1枚でちょうど11番になりました。6000、12000は6100、12100、すごい上がりでした。それがターニングポイントとなりました。続いては何の1曲です。ここはフェニックス DAIGO のリーチ。まあ、負けるわけにはいかないぞと言っていたら久里がまた来ました。追ってくリーチ、待ちはウッパソのが多かったんですけどね、うん、そしてまたカンが出た。言いそうのアンカン、これで分が高くなります。シンドラローソー、これで DAIGO の手が跳ね上がりました。ここにがっくりですね、はい、ただ不幸中の幸いというかね、はい、裏が乗んなかったのも大きかったですね、はい、珍しい。リーチのみの70分違反、2300点久里が DAIGO から上がりました。そして何の2曲に事件が起きる。そう、 DAIGO にリーチを打ててたんです。4番手のリーチ、ここから上がっていくしかない。もう1回か、また来るのか久里と、ね、来るんです。5枚山でした、はい、土間は。でもたまには1が勝つのが麻雀。そして浦さん、とんでもない手が飛び出します。リーチツボタン用ドラ赤浦さん、これでちょうど8ハンド倍満4000、8000で DAIGO が2番手に。そして入力挟んで何の4曲1本場。テンパイをねしてたんですけどね、役割テンパイに持っていってこのリアンパーピンに仕上げた浅川さんの手順がお見事でしたね、はい、さあテンパイ品押しから即な上がりとなりました。最後は単用ピンフ2000は2300上がって、猿川チームに貴重な1勝を持ち帰る結果となりました。それでは第1試合の天心の動きをグラフで見ましょう。とんでもない急角度のところがありますね。すごいグラフになってるわ。はい、猿川のグラフ、そう、トンの4曲、あそこが技術も吐くドラドラ赤裏子の6000、12000のところです。そのままトップを走り切りました。そして本当にねちょっと開幕から苦しい試合が続いていた DAIGO ですけれども、何の2曲に4000、8000、大きな上がりが出て2着でフィニッシュ。開幕4連勝がかかった久里は惜しくも3着。あのチートイツの曲がね、はい、ぜひ裏インタビューで見ていただければと思います。ぜひぜひ。そしてね、黒沢は本当に厳しい試合でした。報酬こそありませんが上がりが1300の1回のみで4着です。続きましてゲームスタッツです。トンの1曲は魚谷が猿川から1300上がって、トンの2曲のこのシーンからです。さあ赤が2枚の魚谷の手、そしてうまーくローソ引き入れてあっさりと数万つもです。5000、4000、はい、ここは寛容の赤赤の2000、4000となりました。寛容マンからの地位がお見事でしたね。さあ1曲流曲挟んでとの4曲の1本場です。まあ、前半はね本当に魚谷の独壇場となるかといったところ、ライデンの萩原がリーチ、そしてすかさず魚谷がウーピンオッポン、これもね見事なバランスでしたよね、うん、引き出しの多さが出ましたよね。はい、そして見事に数字粗末の天杯に、最後の1枚のパーマンを押したのがこの上がりにつながったと思います。はい、この数層を萩原から打ち取りました。これが本当に法廷だったので単用法廷ドラの5800は6100。さあトンの4曲2本馬も大谷が2900か3500を萩原から上がり、3本馬のこのシーン、またねライデン萩原のリーチのシーンです。そして今回は
きっちり積もりました。ラスト1枚リーチ積も赤裏24000は2300、4300で萩原が戻ってきます。加わりましたね、はい、そして何の1曲です。萩原貫浪ピンリッチ。しかしここは、ね、高宮の選択お見事でした。ウーマンキューマンのシャンポン待ち。このウーマンがね、なんということでしょう。切れないんだもん、どこも。そう、インタビューにもありました、苦悶の表情。このウーマン切って高宮の上がりです。リーチドラさん赤の8000点、高宮萩原から打ち取りました。そして何の2曲、うん、何の2曲、逆襲が起きます。萩原ウーマンをポン。これでトイトイ積もり3アンコウの転敗です。実際山にはなかったんですけど、これだけは出ちゃうっていうやつでしたね。なんでラスト1枚の3ピンが高宮に来るんだと。麻雀の運命は難しいものです。難しいですね。トイトイドラさん赤の12000点、萩原が高宮にやり返しました。さあ1曲流曲挟んで何の4曲1本場、これですよ。そう、選んだの重なりやすいのどれ。パースを切ったらもうパースを切っちゃうんだから。そんなことありますっていうね。いや、そういえば思わずのけぞった。そしてその次のツモが赤運送ですよ。普段は嬉しいのにちょっと悲しくなった感じするもんね。パースをさえ残していたら一発で。ただもう一回この後ドラマ来ますからね。そうなんです。そう、泣いてもう渡りもただごとじゃないと思いました。そしてね、論争を切るとここにロンの声がかかります。ただここはダマペンだったので3、4、3色赤赤の8000は8300、そう、魚谷は700点差でトップ残りました。ギリギリ届かずですね、萩原さんは。はい、それでは第2試合、点数の動きをグラフで見てまいりましょう。はい、前半は魚谷が実に怒涛の4回の上がりを決めて、そのままね、独走かと思われましたが、最後あんなに近づくなんて、うん、はい、萩原最後の最後難しい手でした。惜しくも2着に。そして苦しかった2人、猿川高宮ですけれど、高宮はね、中盤に8000点、萩原からの上がりがありました。そして猿川は転敗すらしてなかったんじゃないかと。はい、その通りです。そうですよね、はい、転敗すらしてない、苦しい、はい、あの一安茶になりましたね、猿川さんにとっては。ね、連投意気込んできましたが、ちょっと悔しい結果になってしまいました。続きましてゲームスタッツです。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。